メリカと北朝鮮の首脳会談は、前代未聞の途中で取りやめとなった。予定されていた会食さえなしに、トランプはさっさと帰国してしまった。その際、アメリカサイドは、北の要求は飲めるものではなかった。と言っている。そして北朝鮮の要求は、ヨンビョンだけの核査察と解除で、見返りは、制裁の全面解除だった、としている。これに対し、北朝鮮側はすぐさま反論。我々が要求したのは、制裁の全面解除ではなく一部だった。としている。しかし、11項目の制裁のうち、5項目の解除であったのは確かだが、これは、事実上の全面解除と同じ内容を持つもので、自らは、一部施設のみ核放棄を受け入れ、実質的に、制裁解除は、全面解除と同じ内容を持つものという、実に、虫のいい要求だったわけである。北朝鮮は、ヨンビョンの施設については、すべてを出してきたが、こんな小手先のことで、アメリカが騙されるはずもない。北朝鮮や韓国が嘘つきで、約束を守らない国ということは、すでに世界中に知れ渡っている。それは、彼らがこれまで成してきたことの結果なので、因果応報である。元アメリカ大統領のオバマは、大統領時代に韓国人を、あれは病気だ。とまで発言している。北はヨンビョンだけではなく、実は、他のたくさんの施設に、核施設を作っているのだ。プルトニウム工場、濃縮ウラニウム工場、核弾頭作りの工場などを分散している。ヨンビョンなど廃棄したところで、まるで意味がないのである。実は、アメリカはすでに、高解像度の衛星写真や、おそらくは北朝鮮内から、反体制側による情報を密かに得ていて、北朝鮮の核施設はおろか、軍事に関するかなり細かい部分まで把握している模様である。例えば、28日に行われた会談で、トランプはヨンビョン以外で行われている濃縮ウラニウム開発のことを少しだけキム・ジョンウンに話した。すると北の独裁者は、コッショムカさんばかりに驚いた様子だったという。北の技術では、アメリカの持つ情報力や技術力など、押し量ることさえ不可能であろう。軍事ばかりに強奔し、遅れた、国、人権無視の国の悲劇である。北の独裁者の外交力を、外交上手、という人がいるけれど、しかし、北がやってきたことは、あくまで嘘をついて相手を騙し、核で脅しをかけて譲歩を迫るというもので、これは外交上手などではない。世界のどの国も、そんな悪どいことはしないだけの話なのである。この悪どいやり方が通用しなくなると、もはや赤子のようなものなのである。キム・ジョンウンは、ダミーにも等しいヨンビョンの核施設だけを、全面的にリストアップしていた。100% 施設に関する情報を提供して、これを、交渉の材料にすれば、制裁は完全になくせるだろう、と、誠に甘い考えを持ち、期待していたことは、首脳会談の時の、キム・ジョンウンの言葉でも明らかである。核放棄をするつもりがなければ、ここ行きません。アメリカは朝鮮半島の人間が、嘘つきで約束を守らないことを、初めから分かっているため、あらゆる証拠を握って挑んでいるという。先のオバマの言葉は、その表れ。キム・ジョンウンの帰り時の暗い顔は、合意文書ができなかったためのものではなく、自分たちの国の機密情報の細かいところまで、アメリカが把握しているという事実に震撼し、恐怖を抱いたために他ならないのだ。65時間も時間をかけて、列車で彼はやってきた。その一挙手一投足が北朝鮮で報道された。自信満々でやってきたことが伺える。しかし、今では、会談が不成立に終わったことさえ、北朝鮮内で報道されていない。メンツは立たないからである。ヨンビョンの開示など何の意味もないことをアメリカは知っている。しかし、キム・ジョンウンも北朝鮮もそのことさえ知らなかったのである。米国はそれ以外の核施設のリストを要求していたのだが、北はそれを拒否した。北朝鮮は
ますます追い詰められることになりそうだが、北朝鮮国民の一日も早い解放と自由が訪れることが望まれている。